こんにちは。台風十四号が急激に勢力を強めてきました。目もぱっちりとしています。今後台風は。日本の東海上を。北上する見込みです。白い。円の中を進む確率が大体70。大い七十パーセントぐらい。最も西寄りのコースを通れば。房総半島上陸という可能性も残っています。最も東側を通れば。 まあそれほど激しい暴風雨にはならないかもしれません。台風十四号は十二時現在猛烈な勢力となっています。えー、中心気圧は九百二十ヘクトパスカル、中心付近の最大風速五十五メートルです。最大風最大瞬間風速は七十五メートル。中心から半径二百十キロ以内では。 風速25メートル以上の暴風となっています台風は大きさと強さに分けて分類しますまず大きさですが超大型大型というランクがあります格闘技でもライト級、ミドル級、ヘビー級などはありますが台風の場合風速15メートル以上の範囲が500キロから800キロメートルの場合を大型800キロメートル以上の場合を 超大型と呼んでいます強さに関しては強い非常に強い猛烈というランクがあり最大風速が33メートルから44メートルのものを強い44メートルから54メートル未満のものを非常に強い54メートルを超えるものを猛烈と呼んでいます。つまり台風のの強強ささを言う時には雨の雨の強さは雨 考慮していない点に要注意です。あくまでも風の強さで、強さを表現しています。<laughs> 今回の台風14号は、猛烈な勢力で、大きさに関しては、大型とか超大型とかいう形容詞はついていませんでしたので、えー、ご覧のようにな位置づけになります、えー。就職後なしの猛烈な台風です。 しかし1999年まではもっと下のランク中型小型超小型勢力もえ強さも波弱いというランクが、えー、存在していましたしかし1999年弱い熱帯低気圧によって大きな災害が,災害が起こったことから、えー、弱い波さらに中型小型 超小型というランクは使わなくなくりました確かに、超小型で弱い台風が接近していますと聞いても、あまり緊張しないですよね。このような油断につながるということで、現在,現在のランク分けになったということです。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。